こんにちは、こんばんは、クリームです。今回は二宮上皇選手のまとめ動画です。どつき合いにも応える根性、華麗なる洗練された技、大型の選手にも負けない体力と心技体の揃った空手家で、ついてよし、蹴ってよし、受けてよしの当時としては完成されたオールマイティタイプの選手でした。強く華のある組手で数多くの選手に多大なる影響を与え、第10回全日本空手道選手権大会では王者に輝きました。その第10回全日本大会では、後に前人未到の世界大会2連覇を成し遂げた中村誠を前蹴りで倒し、技ありを取り文句のない勝利。そして決勝では後に全日本大会3連覇の三平刑事にインファイトで勝利するという強さを見せつけました。もし二宮選手が第10回全日本大会後も極真の試合に出ていれば、三成時代と呼ばれた時代は変わっていたかもしれません。現在は国際空手道遠心会館を設立し、2018年には設立30周年を迎え、全世界に普及、後進の育成に励んでおられるようです。それでは二宮上皇選手のまとめ動画をどうぞ。二宮上皇いわん61m76cm76kg、 27歳、ゼッケン66番は金沢隆二4番であります。 1m70cm75kg、 北海道から。はい、では試合の運びが好きです。主審がご覧いただきました三浦さんであります。非常に速い、はい、見ているだけで、うわー、ちょっと右手が出てますからね。そうですね、腰がぐっと強くしますから。25歳、非常に精悍な顔つきをしております。相手を本当に真剣な目で見つめております。はい、はい、中段に入りました。速い回し蹴り、前蹴りから前、何かなんて言いますか、日本舞踊の型を見たような感じですね。絵になります。金沢の方もなかなか攻められません。金沢選手も後ろ足に重点を置いて姿勢の体勢ですね。はい、二宮選手はもうウェイトがもう前にいくらが入っているので、スタートがちょうど浮いている感じで、ちょうど顔面に入ってしまい、金沢選手が掴んでしまいましたが、知らん顔してます。金沢としても怖いでしょう。後ろの回し蹴り、非常に綺麗な音ですけれども取りません。場内のお客さんから、はい、そうですね、いい試合だよという声が。主審の三浦さんも白を選手しました。二宮上皇選手が優勢勝ちであります。二宮上皇25歳4段、127番が中村誠26歳2段であります。準決勝の第2試合、金沢翔平で相手の顔をつけました。中村に与えられました。大山さん、事実上のこれ決勝戦と言ってもいいですね。二宮の顔が真っ赤になりました。左からの前突きを見るのは初めてですね。太陽の突き、よく中村選手の動きを知ってますよ。逆に回りますからね。なるほど、前蹴りです。前蹴りほとんどローガードに決まった。今度は中村の膝蹴りです。中村がここ、あー、始まり、中村が信じられないという表情で起き上がりました。前蹴り、中村が行こうというところですね。長いかと、ここで試合終了です。
の試合いかがでした？良かったですね。二宮選手の前蹴りと、はい、二宮選手の、ま、周り飛びが良かったですね。はい、それがあの二宮選手の勝利を。いよいよ決勝戦であります。第10回オープントーナメント全日本格闘選手権大会も決勝を迎えました。三平刑事、左から二宮上皇、両者を合わせますのは大山茂、極真会館最高師範であります。大山さん、いかがですか？いやー、さすがですね。主審の方も力が入っております。背中が三平、左側が二宮、右からの回し蹴りから前蹴り、三平は馬力で、二宮は技のキレ。65番が二宮、前蹴りを見せました。二宮にとっても大山さん、なかなか楽な相手ではないでしょうね。はい、回し蹴り後ろ、右からの回し蹴り、三平は相手が懐に入ろうという構え。キャリアで二宮、そして馬力で三平、右からの回し蹴り、前蹴り、打ち合いになりました、打ち合いになりました。からで先ほどの中村誠を相手にした時のような、そういう気持ちが二宮の方にあるでしょうか。あるいは三平はどんな気持ちでこの試合決戦に臨んでいるでしょうか。左の突き、前蹴りの出し合い、一丁の中央で引き合いになりました。準決勝で中村誠は判定で破っての出場、それも綺麗な左の前蹴りがありました。左の膝蹴り、後ろ回し蹴り、前蹴り、技は支えてあります。二宮判定は中谷原が一本立て、さて延長戦始まりました。試合再開であります。試合になりました、試合になりました。三平は左から右、左から右、膝蹴りが見えて応酬しております。決勝戦にふさわしいすごい試合になりました。左の回し蹴り届かず、左から右、二宮上皇突き、三平刑事も負けてはいない。2回戦から始めまして、これが7試合目になります。両選手であります。7試合行われるということは非常に幸せなことかもしれません。二宮が前蹴りから左右の突きに入ります。突きに飛んだ攻撃をしないと、この決勝戦あたりになりますと通用していかないということなんでしょうね。はい、左手をちらっと出して左の前蹴りを見せました。二宮上皇、左からの突き、左からの突き、先ほどはこの突き、左からの突き一本で相手を放っております。バットに寝かしております。また左からの突き、しかし今度は相手の手右から、いや、二宮も左の前蹴りがちょっと効いた。お互いに膝蹴りです。前蹴り二宮、手のひらを返しての膝蹴りであります。これはもちろん反則ではありません。完璧な、なかなか力の入った試合ですね。ここで時間いっぱい、あ